はい、どうもテッシーです。天草四郎にやられる手前ぐらいまでに戻って、あのアイテム回収してきましたよと。はい、まあこんな感じかな。うん、で、あの手裏剣がねかなり強い時があるので、この一番右に置いて手裏剣ですね、これ手裏剣乱視、これがねなかなか使えそうなので、一番右に体型を右にしてみましたと。はい、行きましょう。装備大丈夫か、装備大丈夫ね、 OK、 行きましょう。そうだよな、虎徹にしてさあれだからな。てん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 、ゴー、よっしゃ、おい、ここは大丈夫だろ。いやーきついな。てんてんてん、おー、びっくりした。てん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 、おし、てん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 、よし、ナイス。忍びの鉄鋼、え、ちょ待って、忍びの鉄鋼ってさあ、違うわ、いや持ってるわ、あれ忍びの鉄鋼って、あー素早さが、あーこれ源氏防御、素早さがめちゃめちゃ、これ素早ささ結構重要な気がするんだよな。てんてん、右は特に何もないと。てん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 、よし抜けた。これは特にないと。来た割に、来た割、あでもじゃあここ何もないってことか。てんてんドゥン、あー、まあ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 、オッケーと。あの天草四郎のとこ行っちゃダメだと。じゃああの手前のなんか忍者みたいなやつ、もう絶対アサシンですよね、こいつでいいのかな。買っちゃった、ういっす。ちょ待って、セーブしよう、危ない危ない、俺としたことがセーブしよう。我が輩は五右衛門である、助けてくれたんであるか、いや見逃す、いつか恩返しするである、お先に失礼である。なんかこれもなんか FF6 のあのナルシェにいた狼みたいな匂いがするな。後で助けに来てくれるみたいな、ちょっとこれあげるみたいな。 OK、 じゃこいつは、おっ、怪しい、クソ怪しいよな、こんなこと言うのって。ういーす、いやー助かった。え、しかしお前は助からんかな、よく言うやつ、よく言うやつ、防衛七郎、いやお前弱い、弱いやつだからね。だからこれ手裏剣じゃなくて、ここはもう吸い飛んでいきましょう、一応念のため。オッケー、もうこれ多分こいつは弱いと思うんすよね。でもでも吸い飛んでいく、確実にいくから。吹っ飛ばせない時がねちょっときついなと。ういど、いやでももうこれで死ぬかな。よしよしよし、うち一番弱いやつだと。下なんなん、すげえ怖えよ、めっちゃセーブするやつ。地下道、旦那食い物を恵んでください、恵む。いやーでもどうだろう、まあ天むすでいいっすかね、まあまあまああげますよと。うまい、うまいんだなこれが。いやこれ何個かあげるといいみたいなあれかな、ちょっと5個ぐらいまであげてみようか。5個あげて何もなかったらもういいわ。
え、うぐ、喉に水を、え、ない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 よこれ。水、水天むす、ちょ待って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 、妖怪道中記のまんじゅうみたいな、これだから水、水持ってたらっていうあれか。いやこれ開けてみる、面白いな、ライブアライブな、いろんな要素あるみたいな。アオーエネミーニンジャー戦うと、ベリー、ベリー、どこら辺がベリーなんすかね、まあ、とりあえず水遁でぶっ飛ばすと。ういウォータートン術、あ、ここはちょっと怖えな。逃げると、まあまあこの位置は多分大丈夫なんで、ズーンと、あ、こい、あ、ここでね、このね2マス空いた状態だとこれがよく効くのよね。2マス空いたっていうか空いてると使える、リボルバー射撃反撃、強い、リボルバー射撃てめえ強い、いや死んで死んで死んで、いや強い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 、やばい。だからあの位置、横位置はダメだと。あ、で、あ、ダメか。なんかね、ここに敵がいる場合で、ここに、その上に当てても、手前の敵に当たるっていうのが分かったんですよね。だからここは大丈夫じゃない。おぉ、まあ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 、オッケーと。てめえ、おめえの仲間。おめえの仲間にやられたんだこっちはよと。多分ここは大丈夫、斜めの位置がやばかったはず。よしよし、ここはやばい、ああ、ここ大丈夫だと。この戦いができるのが大きいね、この右位置からね。いやね、戦闘を重ねるうちにどんどん強くなると。あいつ死んじゃったからな最初か。ああ、だからやり、まあ、やり込みというか、ちゃんとやるんだったら全部先回りしてみたいな、覚えといてやる感じだよね。あとどこでしたっけ、ここのあれ、あとそこか。こいつがなんか分かんなくて怖いんだよな。アンレー、な、何すった、何にもしてねえよ。お、おかめの方、知らねえ知らねえよ。ああ、届かねえと。これもね広いんだけど、あ、いけるか、あ、ダメだ、大丈夫か、あ、聞いた、よし、ナイス、危ねえ。先に来られるとね避けられちゃうんでね。うわ、強えじゃねえか、結構強えぞこいつ。いや、これはぶっ飛ばせねえか、上もう1個いくか、よしよし、ナイスナイス、よし、てめえは水遁の餌食だ。よし、これがね、この戦いがうまくいけば余裕なんですよね。飛ばせれば、あー飛ばない、きついきついきつい。いやでもまだまだある、月とかやってこないから。うわ、やべ、来るね、あーし、よし、ぶっ飛べと。あ、やべえ、ミスった。わあ、来るね。よし、離れたぜ。絶対これそんなに起き、なんつうか、すごい起きれいとか、そういうあれじゃなさそうだよね。ここで、でもこれリボルバー射撃があるとやばいんだよね、ここでね。まあ、こいつは持ってないでしょう、さすがに。結構強かったなこいつな。愛とは耐えることなんだす。いや知らねえよ、知らねえよ。ちょ、何こいつ、え、何こいつ、何す、え、え、うわ、いやー、なるほど。ちょ待って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 、いやー届かねえな。まあまあいいっすわ。
いやーやばい。いやーこれ無限長最初よかったなあいつな。無限長最初に決まったのがでかかったね。さっきのは水遁でだましだましのぶっ飛びをどこまでできるかよこれ。話しかけちゃいけねえのかよこれ。うわーミスった。よし、だからそっか、手裏剣じゃなくて離れたら、離れたらもう無限長いくか。よしよしよし、ここで、あー届かねえか。でも来るだろ多分。よし来た。この先読みも大事だね。120ある。まあまあ、よし寝た。寝たけどここで油断せず、水遁でぶっ飛ばすと。よし。うわ、ほら全然寝てねえもん。全然寝てねえもん。よし、いよいよ。無限長をいかに決めるかっていうのもありそうだね、これね。やべ。怖い怖い怖い。怖いよ、これ。怖いよ。近づかれるのが一番嫌ですか。そうか、これ斜めに移動させるのが一番いいのか、水遁で。なるほど。これこの位置でやって左上に行ってくれる。よしよし、そうすると2マス離れる。そういうことね。おレベル8、ナイス。砂人の術どんどん覚えていく、どんどん覚えていく。でどこでしたっけ。うわっ、うわっ、くしょー。え、ずっとついてくんのあいつ、めんどくせえっすね。いや、まあまあまあいいっすよ。ここ下行っちゃうと、うわー超邪魔。あれどこ、あれちょ待って、狭いとこは来ねえんかい。狭いとこはこ、あれ、あのね、下行けるところがあったはずなんですけれども、あの1体倒しちゃったんです。倒しちゃったっつうか、ここじゃなくてこっちか。あ、違うわ。あれ、まだ行けるところがありましたよね、確か。ここか？あ、ここだ。ここの、ここをさ、ここの先と、ちょ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 、邪魔邪魔邪魔。そこの先と、で、あとね、この座布団座っちゃうとね、なんかずっと戦えるんですよね、その座布団。うわ、こいつだる。いや、ここいけねえじゃん、これ。やば。いや、あ、よかった。いや、ダメ。うっそ、これ。あ、どいてくれるわ。突っ込むとどいてくれるんだ。ここの、あれ？下でしたっけ？下ではない。あれ、ここがでも来たところ、あれ違う。あ、そうそう、ここを倒しちゃったんですよ。ここの敵を一回倒したから、ここと、あの侍が守ってるところが一体ないと。これ多分つぐみでしょ。違う、見たな。なんか色変わった。おみっけ、全然違う。いや、でもこれ、ここで油なめ回復してる。油なめて回復するの。これで、で結構やっぱ手裏剣がね、わ、ここの位置ですげえ遠くできるのがでかいんですよね、これ。ゼロって、え、マジかこれ。砂人、あ、何、相手の能力を封じる。マジかこれ。あ、無限長で行くし、決まれ。よし、これダメージ食らわなかったらやばいよ。あー、でもうっそん、ここ
ここかな。来ねえ、来ねえし。え、超強えじゃん、こいつ。どうすんのよ、じゃあ、ここ。あ、おしおしおし。ちょっと、これで騙し騙し。頼む、頼む。いや、怖えの、めちゃくちゃ怖えのよ。やばいやばい、来る来る来る。やべ、ひっかき。なんだこれ。114。うわ、キャンセル入った。サジン。ひっかき。やべ、サジンもため技か、これ。ちょ、待て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 。ちょ、テムステムス、テムス。待て、やばいやばいやばい。サジン。いや、無限超。無限超だな。よし、決まった。よしよしよし。いや、油なめがやばいのよ。よし、てめえ油ねえぞ。え、いや、油、あの油なくてもいけるんですか。そういうことですか。よしよし、決まる。ナイス。いや、ミケやばいわ、これ。もう、よし、100。よし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 、オッケー。オッケー、ナイス。何もなし。だって雑魚であれはやばいよ、強いよ、やめとくれよ。でこいつはちょっと強いバージョンでしょ。まあまあいいとして、いや、まあもうわからん、もうわからん、知らん。あ、でこれはもう手裏剣、とりあえず離れてるときはこれでいくと。結構強くなってる、結構強くなってる。数ね、手裏剣の数ね、それで結構違うみたいな。2個しか飛ばなかった時とかもあるんですよ。おーし、いや最初ね苦労したあいつがもうあんなもんですよ。ちょっと一回セーブしとく。ミケ倒したからちょっとセーブしとく。シュッシュ、うっつ、びっくりした。シュッシュシュッシュがいて、セッションたち、こいつももう、あ、近い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 よ。いや、切り下ろしはマジでやばいっすか。スイトン。斜めに飛ばしたいんだよな。でももうここだと斜めにはいかないのかな。左下とか行かなさそうだよな。こことかやってもあくまで自分との対比位置なんだろうな、これは。まあじゃあもう X 連打でいいかな。相手が、うわ、てめえ。いやでもまあまあまあ、水遁いくか。よし、これでもいいのよ、これでもいいのよ。 OK、 上等上等。200ぐらいなのかな、こいつの HP は。10回、まあ240、80、70、80の3発でさっき死んだからね、こいつね。倒せたから、なんで攻撃してこねえ。よし、ちょっと、あ、まあじゃあ、そしたらもうこれで決まるでしょう。OK。そうか、敵の位置が全然違ったりするのね。あ、やべ、あれ取ってねえわ。つぐみの隣の、あれでも天むすだよな。おっと、こいつはどうなの。明治八郎言ってるけど、近づきすぎたか。いや、月は大丈夫。じゃあもう月は大丈夫だから、よーしよしよし、いいよいいよいいよ、それでいこう。天むす、こいつ絶対天むす持ってんのかな。あー、まあ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 、いいっす。キャー、お侍の皆さん、おのれくせ者。え、トゥルルー言ってる、トゥルルー。ない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 、うわー、な、何やつ、てん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 、怖いよ、雪やしゃみたいのかぶってるよ。あ、
おのれ、邪魔立ちする気は、やばいやばい、もう逃げた方がいいって、逃げた方がいいって。そいつは一つ、あー桃太郎侍じゃねえかこれ。近く、あ間違えた、お前じゃねえんだよ、お前いらねえんだよ、 何してくれてんだよお前は、よいらねえんだよと。いやもうこれで行った方がいいか。毒のダメージ、まあこれステータスダメージそんなに高くないのがちょっとあれだね。届けるわ、やばい、なんかやばそうよ。89、あーこれはもう近づかれたらダメなやつじゃん。あーでもキャンセルはされてないんだ。で焦らず焦らず、ダメージは当たってるからな。いやーじゃあもう水遁しかねえじゃねえか。結局これじゃねえかよ、結局この戦い。あのこの位置だと斜めに行ったら、よしよしよし、いいよいいよいいよ。で届かないときは手裏剣、 OK。 おまあ OK もあれもねえけどさ、3つ4つと、これ絶対やばいっしょこれ。ちょっとセーブ。鬼に代わって人を斬る、般若丸。いや普通お前仮面どこ捨てたんだよ、仮面どこ捨てたんだよお前は。とりあえずここにやってみるか。よっしゃ引っかかった。この大ダメージ、蝶の大ダメージがかなり大きい。でここかな、よし寝てる寝てる、すごい眠りが効くやつもいるんだね。よっしゃ倒したぜ、オッケー。いやー怖いよこれ。あ一休さん的な、あれ虎か、虎の屏風みたいな。ひらめいた、とんち坊主虎。いや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 、タイガーやめて、タイガー怖いから、怖いから。これはよっしゃ、ザコこの遠くこっから攻撃、やるなタフだな。だが頭はそんなによくねえぞ、このその位置はやべえ。うわかわした、サジンもダメ、まあ、超うわうまいな。まあ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 、よし手裏剣。いや強えなこいつ、この野郎。よーし三級品だ。なんで三級品ってよくわかんねえのよね。わあびっくりするわあいつ、また強そうなのいるしよ。ここも入れる、うわすげえいろんなとこ行ける。まあ戦ってみますか。お主44人も人を斬っておる。あこの足も切る、あちょっと見逃す、今さらわし一人見逃したところでの。あーなんか教えてくれるんだね、何人っていうのを。おっしゃ不動明王、風神とかボス戦でもうガンガンに使ってかないとダメってことなのかな。あれすげえ似てる、寝てるよここね、なんか違ったから全くわからん。何これ鬼、えすげえよなんか、ちょっと待って何これ、
ちょっと待って、これ絶対なんか怖い怖い怖い。これは超怖いでしょ。ね、あ、戦いね。よかった。あー、うわー、遠い遠い、火の仕掛け。上、なんか動いた。火炎、やばい。やばいってそれは。よし、そういうことよね、そういうことよね。おわー、怖え。いやー、ちょっと後回しかな。怖いよこれは。いや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 、なんか俺仕掛けストップする方法あるっぽいなこれな。で無理だもんあんなのも。そしたらちょっとセーブ、ここせっかく来たからセーブして、あいつ倒すか。なんか風神とか使ってさ、どうせどうせそうなんだけど、どうせ全部ダメよな。あいつ挑戦してみよう。特にでも、あ、これ人玉ちゃんでしょどうせ。 OK、 まあこいつ倒せば一つなんか道が開けそうだからね。よく喋るやつだよなこいつもな。キル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 。で斜めの位置がやばかったから、ここはまあ最悪まだ大丈夫だと。無限鳥はどうだったんだっけ。まああんま時間取るのもあれだから、一気に決めちゃいましょう。これとかさ、いやなんかこっちの方がいい、いい気がする。で一気に、よし強い。ここはまだ大、いやーダメか。ダメだけど、ダメだけど、ちょっともうこれでいきましょう。あ、やばい、ここはやばい。いやー微妙。あー、なるほどね。どっちにしろ近づいてくると。手裏剣とかもどうなんだろう。あー、なかなか。おお、あでも HP はやっぱそんな高くはないんだね。よしよしよし、いけたいけた。チョカゴン言ったでしょ、私はフ。なるほど、この野郎。人玉倒してからってことか。 OK、 じゃあね、あの人玉倒してまたあいつと戦いたいと思います。ちょっとステータス画面にしましょう。OK。では次回、また天草四郎を倒します。テッシーでした。